はい、というわけで、家に到着いたしました。お疲れ様でした、たいちゃん。早速料理編をしていきたいなと思うんですけども、まず釣れたものをね、はい、81センチの鈴木さんを調理していきたいと思いますが、ムニエルがいいんじゃないかということで、ムニエリたいと思います。料理していきます。ガオー。はい、それでは早速さばいていきたいと思いますが、この大きさだからね、さばって、まず胃袋の中を見ていきたいと思いますよ。本当はね、血抜きができればよかったんですけど、場所は場所で。ほほほほ、わお、わお、でかいよ。わお、でか、マジか、でかすぎて、胃袋どこ？まあ普通に三枚おろし。いたいたいた。この包丁がもう小さいんじゃねえかっていうねぐらいですわ。魚なのか、この大きさは。骨が、おーへー、おわお、拳が入りますからね。おいー、ということで頭取れましたよ。はい、というわけで僕ね、鱗取り買ったんですよ。100均で売ってるんで、おー、鱗でけー。はい、さて3枚に下ろしますかね。一応このでかいので背骨のここの方までね、ちょっといいんではないでしょうか。ほほほ、もうちょいだけど、でかっ。
来たほぉでっか。はい、ということで量が多すぎるので、とりあえず半身はラップして、ちょい半身で、この量だマジ半端ねえ。こんなんですね。よし、こんだけあればいいでしょ。こんだけね、バターで、これを焦げ防止で玉ねぎくんで、はい、いいね、敷きました。キノコ、焦げにキノコ手でちぎっちゃう。大きいとね、やば、ちょっとね、ありかこれ、結構埋まっちゃったよ。じゃじゃん、はいはい、それにアラチュ、あらびき、皮のシーマスだったんで、入れすぎたー、入れすぎ注意です。できた。あとは焼きます。はい、ということで、実はですね、皮のシーバスだったので臭みがあるかなと思って、最終的にちょっとコチュジャンを入れてみたんですけども、こんな感じで、おお、完成でございますね。さて味見を、ちゃんと火が、やべ、いただきます。うん、匂いも、鶏肉、ささみみたいな感じですね。はい、ということで、今回初の、シーバスを釣ってからの、釣ってもらってからの、料理編でございました。ホイル焼き、ごちそうさまでした。ありがとうございます。